セミの声聞こえます？夏らしさがもう動画の中から皆さんのお手元に届いてるんじゃないでしょうか。というわけでこの猛暑の中、本日は何をやっていくのかと言いますと、ショーケースの中から黒毛和牛が食べ放題の店に行きたいと思います。アジっていうのが5000円でなんかショーケース、なんかよく精肉店とかに飾られてるようなあるじゃないですか。セミうるさ、大人になって気づくこのセミのうるささ。でその精肉店とかにあるケースがもう全て食べ放題、そして黒毛和牛というなんとも豪華なお店があるので、本日はそちらに行って果たしてどれだけ食べることができるのかやっていきましょう。また勝手に焼き肉、まあ、大阪でも行ったことあるけどそんな感じやね。勝手にとって本当に好きなだけ、5000円払えばこっちのもんやから。でも高い、え、あ、でも高い、でも黒毛和牛なんよ。なーなっていうね、逆に言えば安いと思うけどな。確か、はい、何やお前、22歳には高い、高い、で5000円は高い。まあね、まあまあそれだけの価値があるのかどうかもちょっと食べていきましょうよ。はい、はい、という早速本日やっていきましょう。たき焼きショー、はい、ということで本日秋葉原店の肉屋横丁さんという焼き肉屋さんの近くまでもうやってきました。はい、ここは秋葉でございます。で、東京来るのにリュック背負ってさ、これ USJ で買ったこれお土産なんよ。叩いたら音なんて、たまに息アップするっていう。じゃあ私も本日焼き肉を食べて息アップしていきましょう。マッチングアプリの宣伝してるやん。ワクワクって完全に草生やしてるよな俺。ワクワク、はい、ということで見て、着きました。ショーケース、最高級 A5 ランク黒毛和牛が一頭買いしてるからな。なるほどね。エレベーターから出てきてすぐさ、この景色広がったやん。いや、そうだね、びっくりした。いや、もう天国かなと思ってしゃぶしゃぶと和牛のコースがあるんだね。なるほど、今回は和牛のコースにしましょう。で、早速中に入っていきますか。すいません、堀さん、はい、お願いしていいですか。はい、ご案内します。とりあえずこちらのショーケースご覧ください。はい、こちらのお肉は全て食べ放題のお肉でございます。最初のお肉はお持ちするんですけど、追加のお肉はこちら来ていただいて、こちらでお好きなお肉を選べるシステムでございます。最初に食べていただきたいのが、この限定品の札がついているもの、こちらは特におすすめでございます。中でも7番に入っている超カルビが、他の焼肉屋さんだと特上カルビで出される三角バラっていう部位入っております。見た目からすごい差し入れ本当にこちらはもう食べていただきたい一品でございます。マグロの大トロだったらこちら肉の大トロです。なるほど、なるほど。はい、あとこっちですね、こちらにもショーケースございまして、あ、ちょっと変わったですね。はい、こちらにはそう変わったお肉、ほほ肉は煮込み料理とかでは使われるんですけど、焼肉屋さんに出してはすごい珍しい部位ですね。あと内臓類を好きでしたら、今人気なのってコリコリって、もう本当に食感が病みつきになる感じで、皆さんは結構食べていかれるので、ぜひこちらとこちら合わせて全部食べれるように頑張ってください。これ全部食べ放題、全部食べ放題です。すげー、なので絶対全部食べてください。絶対って言いました。絶対全部食べてください。では席ご案内します。はい、こちらでお願いします。これ何分コースでしたっけ。100分です。100分もあるの、はい、5000円で。コースソフトドリンク飲み放題の和牛のミレコースのみとなっております。はい、最初にこちらでお肉とサラダとユッケをご用意いたしますので、はい、その間階段を置いたところにドリンクバーがございますので、ドリンクはそちらからお取りください。なくなったらショーケースの前に行ってこれくださいみたいな。最初にお肉を食べていただいて、それがなくなったら今度手形っていうものをお持ちするので、はい、はい、その手形を持ってショーケースに取りに行ってください。で、お皿なくなったらまた追加でお願いします。また行って本当に精肉店みたいな。はい、そうです。これチョコくださいって何だ。チョコレートが大好きで、チョコレートが欲しいんです。ホワイトデーとかでもそういうことになって、毎日がホワイトデー。なるほどなるほど。それはやってたら持ってきたのに。欲しかったね。欲しくても食べれないんですけどね、もらったら。だってなんでなんで、竹内さんにもらったのってそれカボになってる。腐るから。食べて。じゃあちょっと今お待ちするので、少々お待ちください。ありがとうございます。なるほどね、すごいね。実際にあの前まで行くんや。えぐいよかった、種類も。いや、やばい、サシの入り具合も結構思ってた以上にレベル高いな。うん、楽しみやわ。最初のあれは何？入
入ったばっかの確かにあれないやねんなあれないなるほど。でも一等買いしてるから多分安く提供できるっていうのもあるんじゃない。うん、いろいろこういう焼肉屋行ってきてるからそういう知識ついてきてんねいやこれ果たしてどんだけ食えるか、はい、全種類頑張って目指していこう。はい、こちらがお肉の盛り合わせとサンチュセットと手巻きユッケでございます。すごっ、これだけで腹いっぱいになりそうやな。で、こちらが上から枕、上タン塩、三角バラ、和牛カルビ、和牛ロースでございます。この枕っていうのはもものお肉ですね。ここでしか食べれないんです、ね、あっちには置いてないので、ああ、はい、最初だけの。そうですね。なるほどなるほど。で、こちらのお肉をすべて食べたらこの手形を持ってショーケースに取りに来てください。はい、ではごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。枕っていう部位やねんな。不安そうに言うなよ俺出した。うわ、これってマジですごいな。やばい。要はあれやんな、こういうさちょっと映える感じのやつ、友達のストーリーとか誕生日の時に乗せがちよそれめっちゃ言おうと思った。玉手箱みたいな、あるある、白いふわーって出てくる香りみたいなあるな、うん、でもこの店は映えだけじゃないよ。味も保証されてると。いや知らんけどな、まだ食ってないから。確かに。でも見た目だけで言ったらやばない。うん、俺は全部食べきって。ここの種類な、二十何種類あったよな。うん、なんかうまそうなホルモンもあったしな。確かに。それでは、いただきます。じゃあそのさっき出た枕、こちらのこの店自家製ダレにつけていただきます。なるほど、そういうことか。どういうことですか。極上の枕、うん、もう本当にふかふかのベッドに寝てるかのような、もうリラックスできるね自然体になってるもんな。はい、あ、これレモンとかもあるんじゃないかな。ほら、枕で寝れるで。マジ、うん、寝れるの。食べに来たのに三大欲求のうちの二つ今これ欲求満たしてるから食欲と睡眠欲、あと性欲だけチョコあるってこれ最低すぎるんだ。いやマジ黒毛和牛うまっ。うん、どう、とんでもない。事件事件、うん、やばい、うますぎる。パトランプ光ってるから、うわ事件発生やね、これは。うますぎて。なんかちょっと詳しく紹介してよ。何を。なんかさっきから抽象的なあれやからさ、柔らかいお肉。いやもう柔らかいとかじゃない。そう、そういう次元じゃない。そういうの例えてほしくないよ快眠できるってそこだ、さっきから。じゃあこちらのタンいきますか。はいはい、タンにはやっぱ塩やね。いただきます。うん、どう、また一体となったね、ここのタンと。あ、うん、ピッコロと神様がもう一回一つになったあ、でもこんなパッと見サシ入ってるからさ、油っこい感じが、うん、まあ、実際にそうね、油がすごいな、うん、でもその油も良質な油やから、あ、逆にあっさりしてるというか、お腹にたまらんみたいな、うん、なるほど、上品な味わい。だからご高齢のことでも増えるんじゃないかな、意外と。柔らかいよ、噛み切るとかじゃないから。これか100点ですこれ。ユッケは何なんやろうな、これはユッケ寿司みたいなものなのかな。なるほど。うまいやん。やばな。焼くまやん。焼くまやな。ん？焼くまやな。なんて？ん？焼くま？うん。なんの？焼くに終わったらやだ。ああ。約束のや、焼くま。約束されたうまさ。そっちか。はい。手寿司いただきますね。おお。うわ。めっちゃうまい。ガチ。君かい感じ。君。あ、君がいい感じ？はい、それでは食べ終わったので1回目の和牛手形、これを持ってショーケースの方に向かいましょう。はい、手形拝見いたします。はい、ありがとうございます。最初にお皿の大きさ大中小からお願いください。大で、大で、ありがとうございます。限定品って書いてあるお肉が1回のご注文につき人数様分のご提供となります。はい、その他は何回でもご注文いただけます。ああ、もう枚とかなんですね。そうですね、枚数でお願いいたします。とりあえず一番上を2枚ずつ
こっから断る全部ちょうだいってやつ、ね、いや、そうよ、それがただでできるから。55歳から78歳まで全部ちょうだい。砕けた感じで言ったらそんな感じだよね。おお、2段目1枚ずつで、2段目1枚ずつ、はい。12番のお肉とか結構しっかりさせてるんで、一番最初に食べるのすごい。逆に言えば、あのしつこいから、さっき食っとかな、後できついぞって話ですかね。なるほど。あー、なるほど、なるほど。時間もかかるってことか。じゃあ、このマンゴーカットカルビ、1枚で、横の和牛上ロースもください。すごい、ダイヤモンドみたいだな。味付けもやってくるみたいです。すごいよな。真ん中で焼いてしまうと焦げてしまいますので、あまりインナーが足りない、サイドのところでこの切れ目が入っている方を下にして、じっくりと火を通してください。こちらのタレですから、じっくりと折ります。こちらはすぐ焼けるので、真ん中の方で焼いてください。ありがとうございます。はい、ということで、取ってきました。こちら今回11種類取ってきましたね。はい。これなんか見て、さっきも言ったけど、ダイヤモンドジョズの皮膚やん。やけどした時のダイヤモンドジョズの皮膚。確かにこれなんか時間かかるみたいやから、焼くのとか。だから先入れていきましょう。うわ、コツコツしてるな、ここはなんか。マギカレー取ります。うわマジ。じゃあ続いて和牛ロース。あこ、肉厚すぎて。てか頑張って全種食べよう。食べよう。次が幻の東京ステーキっていう名前。分厚の、どんぐらい分厚い。え、その分厚さ、うん、小学校の時に持ってた辞書ぐらい分厚い。めっちゃ分厚いじゃん。何何何何何、殺して、殺してくれ。めっちゃ分厚い。え、めっちゃ分厚い。これさ、うん、どんぐらい分厚い。小説のハリーポッターぐらい。でも小学生の時で初めて入った小説がハリポッターだったから。あ、そうなんや。入りやすいよな、まあね、難しくないや。うん、うん、なんかいい感じで味がついてる。あ、あのお兄さんが。そう、やってたよ、味付けのおかげで。うん、塩コショウかな、塩味が違う、これ。うん、ほんと好きだって。続いて東京 X 豚カルビいただきます。名前かっこいいよな。東京 X 牛豚カルビ。そうやね。うん、あのね、食感がいい。豚の脂って割とこう焼けた時にさ、サクサクっとした食感になるから、ご飯おしなる。うん、まあ塩も合うわ。あ、間に合ってます。大丈夫です。食べます、1個。揚げたてなんですけど。前の家のおばちゃんみたいな。1個もらおうかな。ありがとうございます。いや、もう入ってくる前からもう分かってましたもん。え、分かってました。絶対断ったろうと思って。え、最悪。え、私はなんかちょっとショック受けましたもん。一瞬大阪の鳥屋通じなかった。あー、なるほど、ごめんなさい。ありがとうございます。はい、じゃあこの揚げたて、え、揚げたてな。いただきます。ホクホク。めっちゃうまい。食べ一ついっていい。すっごい美味しいし、うわ、嬉しいなと思ったけど、これで全種類制覇が遠のいたな。あ、でも、あ、いい味にはなるかな。じゃあ続いて、牛塩タン。牛塩タンしか勝たん。勝たん、勝たん。海外の流行ってるゲーム勝たん。じゃあ続いて、ハラミちゃん。行きましょう。ハラミちゃん。ハラミちゃん行きましょう。ハラミちゃん見てる？食べるよ、今からハラミちゃんを。なんか嫌やね。なんか嫌やね。ごめんね。いやー、うまそう。こんなサシ入ったハラミ初めて見たわ。の。
いやさっきもさ、関西人のノリみたいな通人感みたいなあったやんか。あ、関西あるあるみたいな。関西あるで、確かに YouTube とコラボした時に本当にその関西のノリで行ったらちょっと惹かれるっていうのあるわあるあるある。何やろな、口調なんかな。いや口調、いやそんなん言い出したらさ、うちの地元めちゃめちゃ柄悪いと思うよな、口調が。うん、うん、ランちゃんいただきます。柔らかつくわ、うまそうで吹く。はい、続いてダイヤモンドジョズ暗号カットなんとかね。いただきます。うわ、肉厚。あ、マジ噛み応えがある、おいしい。いい意味の硬さっていうものがあるね。ああ、肉肉しさ、うん、歯応えがある、歯応えがある。しっかり焼き肉食ってるわって感じよ。55歳から78歳まで全部ちょうだい。これ言ったら全部になる。やばいね。どう、お腹の分明は。いや、もうやばい。あ、そう、そう、全然見えんけど。あんまり、うん、肉の油って思った以上に胃を刺激するから。あっさりしたもん出たよな。あ、めいめいとかセロリとか。セロリって流れてます。続いて和牛ブリスケのチーズロール。中にチーズが入ってるんかな。うわ、すごい、中からチーズ溢れてる。うん、うん、続いて、うん、めっちゃ熱いやん、この牛タン。限定厚切り牛タンステーキ。そうやな、これステーキの大きさやん。これにレモン。いや、頑張って食ってるよ。お姉さんに来てあげる、こちらのために光沢。でもその厚切りは強い、半端ない。うん、柔らかっ。え、見てる、どう、こんな厚切りみたい。超簡単に噛み切れる。さあ、ここからはなんとついにホルモンコーナーでございます。和牛コーナー食べきったんで、とりあえず全部この中に入れて焼いていっております。基礎切れた。おー、梅子は甘。マジ？うん。うわぁ、梅子か。梅山ドラゴンカルビやって。うわぁ、とんでもないの来たやつ。すごいなぁ。おば、うわ、おおさ。骨付き。うん、これついにラストです。あ、おいしい、おいしい。マジ？すごい。あー、ごちそうさまでした。もう無理。和牛食った時ホルモンがいく。まあ一切れやけどね。あ、だけど改めて、和牛を食べ放題というそんなお店に、本日はやってきました。全集達成。どう、どう言ってて最初来る時にさ、5000円高くねみたいな。いや、これなマジで値段相応やし、もしかしたらほんまに売るかもしれない。そうやんな。なんか食べ放題ってさ、ほんまに味じゃないやん。まあね、楽しみみたいな感じがあるんだけど、マジでうまかった。単品で楽しめる感じがした。いや、行きますか。うまかった。うん、すいません。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。なんで待ってるんですか。ちょっとごめんなさい。もらえたらいいなと思ってたんですけど。
かったここにあったらいいよ。見て、アルコール置いてってんもん。